1978年というとまあねこの YouTube ご覧の皆さん多くの方が、まあ、どえらい昔だなと思うかもしれませんが私は当時11歳でした。でこのお話を教えてくださった方秀治さん当時神奈川県の高校1年生でした。私年年上なわけでで。すね。ささて、秀春さん、高校1年生で 当時ね、彼はね、オートバイが欲しくて欲しくてしょうがなかった。16歳になるとすぐに、仲良しのね、お花屋さんの鈴木くん。同じ高校のね、クラスメートなんですけどね。一緒に原付きの免許を取りに行きました。鈴木くんちはね、お花屋さんだから、もうね、早く免許取りなさいとかね、親が言ってる。ね、配達手伝いなさいみたいな。ただね、まあ、お花屋さんなんで、 えー、鈴木くんに買い与えられたもうバイクっていうのが当時ねテレビ CM がすごく流行ってそのテレビ CM のコピーのせいで私はつい最近までラッタッタというね商品名だと思ってたんですよ。ラッタッタタ、ね、これねテレビのコマーシャルでね往年の大女優ソフィア・ローレンさんがそのスクーター乗ってラッタッタって言うんですよ。 みんなラッタッタとしたらね、ホンダのロードパルという、まあ、丸みを帯びたね、すごく可愛らしい、こうパステルカラーのね、色なんかも出ちゃって、でそういった、えー、スクーターでした。このスクーター、えーまあ、原付きでね、気軽に乗れる。すごく流行りました。うちの母も乗ってた。ね。で、鈴木くんち、お花屋さんのイメージで、ピンク色のラッタッタをね、買ったわけです。鈴木くんはね、 女みたいでちょっと恥ずかしいなとか言いながらどう見ても嬉しそうに乗りましたりするわけですね。ななんんか可愛い子なんですよで鈴木くんちのお花屋さんねちょっと大きいお店で,で学級委員の吉田さんっていうね非常なこう美少女がいたんですね。吉田さん悔しいことにはですよ、まあ、秀治さんにとってはね悔しいことには鈴木の家でアルバイトしてるわけですその花屋でねで仲良かったりするんです。ね、でも鈴木くん別に吉田さんと付き合ってるわけじゃない ななんとなく、ね、鈴木くんってね女,に子女の子にもねこうモテる感じなんですねでもいやらしい感じしないんですそういう子だった当時はねこう暴走族なんかもいましてね愛知県では産内運動とかありましたねえー、免許を取らない買わない乗らないね親がね免許取らせないし乗らせない買ってやんないそしたらねバイクの事故なくなるじゃんと。 こういったような、まあ、コピーがあって全国的に三内運動、まあ、PTA 中心に盛り上がったりもしましたそんな時期でしたけれどもさてこの鈴木くんです2学期の、えー、始まって1週間ぐらいって言ったかな9月ですね月曜日鈴木くん学校来ないなと思ったら先生がちょっと暗い顔をして現れたで朝のホームルームが始まりまして鈴木くんは「 今日からしばらくの間休学しますという説明を先生がするえぇ、ー、ってみんなねもうどよめいだ吉田さんがすぐ手を挙げて鈴木君どうしたんですかと聞く吉田さんも知らなかったんですねそしたら実は昨日鈴木君事故に遭ってしまって重症で入院してるんですよ という説明みんな「えー、お見舞いに行こうか」って言ったら先生が「えあの今ねお見舞いに行けるような状態ではないの集中治療室に入っていて」という説明があるみんな「えー、悲鳴みたいな声が上がって鈴木ファン多かったからね。ねえで「大丈夫かな鈴木のやつ」と思って。 秀治さん鈴木くんちのお花屋さんの前とか通るとねお店休んじゃってるんですよね閉めてるあ,あ本当に深刻な状況なんだなというふうに思っていた1週間後の月曜日のことなんですけれどね秀治さんは自転車通学をしておりましたでいつものように学校から家に帰ろうと思って道を走っていた するとね、向こうの方からピンク色のラッタッタが走ってきた。乗ってるのがどうやら鈴木のようだ。秀治さんは大声出して、おーい鈴木と呼んだ。ところが、ラッタッタ止まる気配がないんですね。で、こうね、フルフェイスじゃないんです。帽子みたいなね、小さいヘルメットかぶってる。で、その鈴木くん、 横を通り抜ける時顔が見えたんですすごい顔をしてる口を大きく開けて目を見開いて恐怖に顔が歪んでる恐怖と驚愕にねびっくりしていてしかもすごく怖がっているこう見てる方も恐ろしくなるようなものすごい顔をして「あ」って言いながら 走って行ってしまったえぇ、ー、驚いて自転車をよいか良れか向きを変えて追いかけようと思ったらもう見えないんですラッタッタが早いからではない一本道なんですよでも消えた不思議なことがあるもんだなと秀春さん思ってまあね黄昏時というにもまだ早いぐらい でそれから翌日学校に行ったんですそしたらね朝のホームルーム始まる前に吉田さんが「昨日私鈴木くん見かけた」って言うんですよ「え俺もだよ」と秀治さんは言った「えどこで私ね駅で」え「えいや俺はあの自転車で走ってたら」 向こうから鈴木来て吉田さんは、うん「私塾行こうと思った時にね鈴木くんが」っていうえでもね時刻を確かめてみたらどうもねほぼ同じぐらいの時間なんですねでそしたら他のねクラスメートが「え僕も見たよ鈴木」っていうまたね場所が全然違うんです、うん、うちの近所で。 とか言うんですでも何時ぐらいって聞いたら大体このぐらいかなあ同じぐらいだ時刻似てるんですよねおかしいななんだそこに先生が来たもうね見るからにね何かあったなって雰囲気なんです先生がで先生が言うには昨日の午後 4時20分鈴木くんはお亡くなりになりましたというようなことを言う「えっ、ー、やだー」泣き出す子もいる結局治療の甲斐なく鈴木くんは亡くなってしまったで交通事故が死因だったんですが実は彼はラッタッタ乗ってて事故に遭ったわけではなかった。 えー、よくこの花屋にね来る、えー、高校生のお兄さんでもまあ彼よりもね2歳ぐらいは高3ぐらいの人ちょっとまあ悪ぶったような方でこの人前バイトしてたりしたらしいんですけれどもこの知り合いのお兄さんのバイクに乗せてもらって後ろにタンデムで乗っていたで事故に遭って、えー、投げ飛ばされて亡くなっちゃったということなんですね。助かからなかったと でもどうもそのみんなもねはっきりとは時刻を覚えてたわけじゃないでもどうやらその4時20分そのぐらいだったんじゃないかなという時にみんないろんなシチュエーションで鈴木くんを見ていたんですねだからこれはきっと鈴木が僕たちに別れを告げに来たんじゃないかなって言ってでそれからはね そのクラスメートでこの鈴木くんが亡くなった時に鈴木くんを見てしまった人67人ぐらいいたらしいんですけれどもみんなで集まってまあ命日にはねお墓参りに行くというのを今でも欠かさずに続けてるそうなんですよ。こんなお話を聞きました。 でしょ私もすごいよく覚えてる。えー、でもねあとはね「ピンク・レディー」ですね。1978年日本レコード大賞「UFO」ですね。覚えてます ?UFO。踊れるんじゃありませんかもしかして。こう。ねでしょあとはね何だったかな「三内運動」言っちゃったでしょああとえっ、ー、と「松田の真っ赤なスポーツカー」「コスモ AP」っていうのが。 1975年ぐらいかなに発売されたとかってでその頃78年頃から80年ぐらいにかけてはよくその辺の街中で地方都市とかでも見かけるようになったりねちょっと悪い子が乗ってたりしたかなっていう記憶がありますね。